HTML5、HTML5、HTML5 HTML は、ハイパーテックストマーカップランゲージの5回目にあたる、大幅な改定版である。HTML5 は、Web Hypertext Application Technology Working Group によって2004年に定められた、Web Applications 1.0に Webforms 2.0を取り入れたものが、ワールドワイド Web Consortium の専門委員会に採用され、 ワールドワイドウェブコンソーシアムより2008年1月22日にドラフト草案が発表され2014年10月28日に HTML5 が勧告され2016年11月1日に HTML5.1 が勧告され2017年12月14日に HTML5.2 が勧告された改定の目的の一つとして人間にも読解可能で なおかつ、コンピュータやデバイス、ウェブブラウザ、公文解析機などにも矛盾せず読解されるとともに、最新のマルチメディアをサポートする言語に向上することで、ある。HTML5 では、HTML だけでなく、XHTML、DOM の HTML 関係の部分、ECMA スクリプットの API も追加になっている。表記は、HTML5.1 のように、 バージョン表記で小数点以下を含める場合は、HTML と5.1の間にスペースを入れ、HTML5 のように小数点以下を含めない場合は、HTML と5の間にスペースを含め、表記法が採用されている。過去のバージョンについても、HTML4 や HTML4.0 という表記法が使われている。Extensible Markup Language の文法で記述する場合は、 XHTML5 と表記する。HTML5 は、プロプライエータリなプラグインとして提供されている、リッチインターネットアプリケーションのプラットフォーム、JavaFX、Adobe Flash、Microsoft Silver l i t 等を置き換えることを、標榜しており、Web アプリケーションのプラットフォームとしての機能や、マルチメディア要素が実装されている。そのため、HTML5 が普及すれば、 Adobe Flash などのプラグインは不要になるという意見がある。口日、2008年以降に発表された Web ブ,ブラウザの多くは HTML5 に段階的に対応している。Google Chrome 3.0以降、Safari 3.1以降、Firefox 3.5以降、Opera 10件インターネットエクスプローラー9などであり主に、オーディオ要素、ビデオ要素、 キャンバス要素への対応が進んでいる二千十年三月現在、またウェブサコットなど当初 h t m l 五の一部とされていたものの、切り離され別の規格として、策定作業が進められているものがある。厳密には別使用書として分離されているものの、一般的にはウェブストレージ、ウェブサコット、g ラクション API、ゼメルズとプリ i c w a s t e l e v e なども h t m l 五に、 含める場合が多い W3C の HTML5 ロゴでは以下のカテゴリーを HTML5 に含めている。HTML リビングスタンダードは抜群が策定している HTML の標準仕様である。W3C の勧告する HTML5 及びそれ以降、HTML5.1 などは HTML リビングスタンダードを元にしている。ただし、 W3C 側で変更がなされており、両者には、差異が生じている。Web ブラウザの開発元では、HTML リビングスタンダードの方が、よく参照されている。文書の文字コードには UTF-8 を推奨している。文書の文字コードの指定は、メタ要素におけるチャーセット属性で指定する。これと HTTP レスポンスヘッダーのコンテント、 タイプでエンコード宣言が省略れた場合は UTF-8 が規定となる。また、チャーセット属性を含めたメタ要素は文章戦闘から1024バイト以内に記載する必要がある。従来の HTML や XHTML 規格は仕様に書かれた文書構造のルールだけではなく、妥当性検証のための DTD およびその他のスキーマを提供していた。 一方、HTML5 仕様では、スキーマは提供されない。文書構造のために提供されるのは、HTML5 仕様に、列挙されている、各種ルールのみである。HTML5 仕様は、以下の2つの公文を採用している。一方、従来の HTML 仕様は、SGML をその、公文に採用している。SGML 及びその関連仕様を参照しており、 企画ごとに以下のような差異もある。主にこのような違いのために HTML ごと従来の HTML との間には基本的な文法の差異が多い。以下にその代表的な例を挙げる。SGML を採用していた従来の HTML 企画においては、HTML 文書は本質的に SGML 文書であったため、HTML 企画がそれぞれ提供する。 SGML 宣言を文書の先頭に記述することが使用上許されていた。一方 HTML5 の使用では HTML 公文、XHTML 公文のいずれを用いた場合でも文書中に SGML 宣言を記述することは許されていない。HTML5 使用においては文書型宣言はもはやモード指定以外の意味をなさず、その書式はコディチェ1である。 HTML 公文では文書型宣言は必須である。XHTML 公文では HTML5 で導入される新しい機能を利用する場合は必須。それ以外の場合は文書型宣言は必須ではない。従来の HTML 規格で提供されていた DTD がなくなり、また文書型宣言の書式が決まっているため HTML5 では DTD が利用できず、DTD に依存する多くの機能のほとんどが扱えなくなる。例としては、HTML4 以前に扱えていた文字実体参照のほとんどが、HTML5 では扱えなくなる。XML は文書内部に DTD を書くこともできるが、上記の文書型宣言の決まりを無視する結果となるため、HTML5 の使用の範疇ではない。 SGML を採用していた従来の HTML 規格では文書内に処理命令を記述することができた。実際に用いられている例として DTD を他の処理系で利用するためのアーキテクチャールサポートデクラレーションが存在する。一方、HTML ご使用における HTML 構文では SGML の処理命令は記述できず同様の機能も利用できない。 XHTML 構文であれば、XML の処理命令は書ける。SGML を採用していた、従来の HTML 規格では、マーク区間と呼ばれる仕組みが利用できた。以下に例を挙げる。上に挙げた例のうち、HTML ご使用で利用できるのは、だ田セクションのみである。SGML のコメントは、コメント文という形を通り、 マーク宣言中の空白文字の出現が許されている場所に任意の回数書くことができる。したがって従来の HTML では文書型宣言の中などでもコメントを挿入することが可能で、例えば ISO, IEC15445 の文書型宣言は、のようにも書ける。一方、HTML5 の文書型宣言にはコメントを挿入することはできない。 また、注釈宣言の扱いも従来のと HTML と HTML5 では異なる。SGML を採用していた従来の HTML では注釈宣言の中に任意の回数コメントを書くことができるが、HTML5 では HTML 公文でも XHTML 公文でもこのような書き方は認められていない。また、従来の HTML では注釈宣言内の 最後のコメントと終了区切り子の間に空白文字を挿入することもできたが、HTML5 ではこのような書き方も認められていない。SGML を元にした従来の HTML では、タグやマーク宣言の終了区切り子コディチェ2が文字列コディチェ3、コディチェ4の直前に存在する場合、その終了区切り子コディチェ2を省略することが、使用の上では許されていた。 HTML5 では終了区切り子の省略はできない。SGML における空タグとは様子型名などが書かれていない空っぽのタグのことである。従来の HTML では空タグの存在を許しており利用できる場所は限られるが空開始タグポディチェ6と空終了タグポディチェ7が使用の上では記述できる。一方、HTML5 では ソラタグを利用することはできない。SGML 規格には、ネット、ヌルエンドタグ、簡略終了タグと呼ばれる仕組みが存在する。従来の HTML でのネットは、であり、使用上では、コディチェ8という記述を、コディチェ9と書くような記法が許されていた。一方の HTML5 に簡略終了タグという仕組みはない。ただし、 公述する空要素の開始タグをコディチェ10などと記述する方法は従来の SGML の立場ではネットを利用したものと解釈することは切る。XML の空要素タグも SGML の立場からはネットおよび付属処刑のネストックを利用した記法であると解釈できる。従来の SGML および HTML における空要素は DTD で 内容モデルを空と決められた要素のことである。例、BR 要素従来の HTML では、空要素の終了タグを書くことは許されていない。よって、例えば、BR 要素のタグをコディチェ10やコディチェ12のように記述することも、できない。HTML 後の HTML 構文における、空要素は、内容を含むことができない要素のことである。空要素は、 その開始タグをコディチェにコディチェ14のいずれかで閉じることができる。例を挙げると、BR 要素のタグはコディチェ15と記述するほかに、XHTML 構文のようにコディチェ10と記述することもできる。ただし空要素の終了タグを書くことはできない。また、このような記法が許されるのは、空要素、または外部要素のタグのみで、その他の要素の開始タグは、 コディチェ2で閉じねばならない。例えば、HTML5 の HTML 構文では、内容を含まない P 要素をコディチェ18のように書くことはできない。XML 仕様においては、空要素は内容を含まない要素のことである。HTML5 の XHTML 構文では、空要素は、直後に終了タグを伴う開始タグ、例、コディチェ12、あるいは空要素タグ。 エンプティーエレメンツ、0、コディチェ10のどちらでも表現できる。ナブ要素、ナビゲーションのブロック用やフッター要素、作者や著作権の状態を表す、まとまり用やセクション要素、不やプログレス要素、進捗状況など、特別な意味を持つ要素が追加される。これらは検索エンジンのインデックス作業を容易にする。また、 マルチメディアのためのオーディオ要素やビデオ要素や二次元ビットマップ画像を描画するためのキャンバス要素も追加される。HTML4.01 で非推奨だったフォント要素やセンター要素などの CSS によって実現されるべきマークアップはすべて廃止されることとしている。アクロニム要素も廃止され、アブル要素に一本化される。 ラング属性は XHTML 構文における XML、ラング属性のように空の文字列を取りうる。HTML5 ではマークアップだけでなく API も新しく追加された。例えば以下のようなものである。HTML5 対応ブラウザは間違った構文を柔軟に処理できる。HTML5 は古いブラウザが新しい HTML5 の構造を安全に 無視することができるように設計されている。HTML4.01 とは対照的に HTML5 は対応したブラウザであれば間違った公文に対して同じ結果となるように軸解析と公文解析のための詳細な規則を規定している。2010年頃までに急速に普及したアップルの iPhone と iPad がフラッシュ非対応を貫き、スティーブ・ジョブズ CEO 当時が HTML5 を支持し、フラッシュを厳しく批判したことが大きな影響を与えた。iPhone や iPad にフラッシュ対応を求める声は多かったが、特にスマートフォン向けでは徐々にフラッシュから HTML5 への転換が進んでいる。フラッシュの開発元である Adobe Systems は、かつて社を挙げてフラッシュを擁護したが、2011年11月には、 モバイルブラウザー用のフラッシュプレイヤーの開発中止を発表した。2013年には担当者で CTO だったケビン・リンチはアップルへ転職2017年現在、Adobe は HTML5 の推進に積極的であり、フラッシュから HTML5 への変換ツールなどをリリースしている。スマートフォン向けのアプリの多くは HTML5 で開発された。 ウェブアプリケーションに置き換わるという見方がある。2011年にイギリスのフィナンシャルタイムズ氏が HTML5 による高読アップを発表し注目を集めた。アップルの App Store には審査や課金に関する制約が大きく、Android では一つのアプリで様々なハードウェア仕様に対応する必要があるが、ウェブアプリケーションではそれらの制約を受けない。一方で、 各端末向けの公式アプリストアで配布されるネイティブアプリにもメリットはあるため2012年時点では置き換えが大きく進んでいるわけではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。